はい、こんにちは。わーチャンネル前原です。はい、お待たせしました。フロリダのプレゼント企画の当選者発表の動画でございますね。はい。はい、今回ですね、4つのキーワードということで、いつもよりかなり難しかったのかな。このね、V の動画でも言ったんだけど、応募者数が結構少なかった。そう。はい、何人かというと75名でしたね。うん。まあでも最後の方でちょっと挽回した。マエチャンネルを普段よく見てくれてるコアな方たちと思って今回は当選発表させていただきます、はい。応募してない方とかあんま興味ないかもしれないけど、サイコロでねうちはいつもやるので、はい、スリリングな感じを味わっていただければなと思います。はい、はい、それでね、今回のキーワード、4つの動画にそれぞれあったんだけど、マエティが正解でございますね。マエチャンネルが好きなリスナーさんの名前をマエティって呼ぶことにしたんだけど、今回のキーワードはこのマエティでございましたね。で、実はですね、今回のこのキーワードを入力した中で3名だけこのマエティではなかった方がいます、なのでその方たちは省かせていただきました、全然違う回答があったどういう回答だったの？中にはエイジンとかもあったんだけど、あー確かに4文字だから。で、マエティの最後はね、ちっちゃい「イ」だったんだけど、キーワードではね「イ」がねちっちゃいのか大きいのか分かんなかったと思うんで、大きい「マエティ」でも OK にしてます、マエティか「マエティ」そうなので、全部で72名ってことかな。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、まず一つ目はこちらですね、コレクターパックっていうね、ディズニーワールドで購入したちっちゃなフィギュアが3つ入ってるパックと、あとはコカ・コーラのリップスティックですね、はい、こちらですね、7名の方にご応募いただきましたね、はい、なのでサイコロ1つで、振ってください。はい、はい、じゃあお願いします。今もうコロコロしてるよ、うん、0はないですね、はい、0はないんでもう1回お願いします、はい、これ9面サイコロね。8もないですね。9はないですね。7はあります。7はモンドエドさんかな、メールアドレスでご応募いただきました。どうせ当たらないだろうな、これからも応援しています。エイシン君体調気をつけてだって。当たりました。モンドエドさんおめでとうございます。はい、続いて2番目はですね、こちらのコレクターパック、同じやつと、あとスプライトのリップスティックですね、はい、こちらは先ほどより多い9名の方にご応募いただきましたね。これもじゃあ1つのサイコロで OK ですね。はい、はい、じゃあやってみてください。いざ参る。9最後の方、9の方は、おっと、これはガチにマイティの方、ミーナッチさんです。おお、子供がプラレールに興味を持ち始め、たどり着いたマエチャンネルさんにすっかり親がハマったパターンです。パパさんの優しく穏やかな喋り口と素直で可愛くかっこつけずかっこいいエイシン君に親子で毎日元気をもらってます。動画でお会いすると不思議と日々のストレスが軽くなるんです。だって嬉しいね。いつももらってばっかりで申し訳ないなと思いながら厚かましく応募させてもらいました。お二人の思い出の品当たってほしいな。だって当たりました。当たった、よかった、おめでとうございます。はい、続いて3番目はこちらですね、コレクターパック同じやつと、今度はファントのリップスティックですね。こちらですね、これまでで最低かな、3名の方3名でした、はい、まあしょうがないね、こういうこともあるわな、はい、うん、他のに集中しちゃったんだね、人間ね。じゃあお願いします。はい、これこれこれだから何回も振り直さないとね、123のどれが出るまでだよ。いきます。はい、頑張って。0はないですね。頑張ってください。いきます。はい、3来た。3はインスタグラムで応募いただきました、ウォーターメロンさんですね、いつも楽しく動画を見させていただいております。週末のライブ配信も楽しく見させてもらい、パパさんとエイシン君のやり方にほっこり癒されております。この夏はお出かけ動画がたくさんアップされてて見ていて楽しかったです。特別展こっちも良かったですが、やはりフロリダディズニー動画がワクワクしました。だってこれからもマイティとして応援させていただきます。だって、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。こちら当たりました。当たったよ。やったね。はい、続いてこちらですね、ディズニーワールドのスノードームですね、はい、これはご応募が14名の方にいただきましたね。2018って入ってるもんね。あ、そう、入ってますね、これはね、1の位と10の位を振っていかなきゃいけないので、まずは10の位から振りましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。まあ0か1ってことだけどね。10の位。7はないですね。はい、10の位、はい、
0か1です。0か1が出るまで振り続けてください。10秒くらい早送りになっちゃうかな。4、はい、早送りになっちゃうかな。青木さん倒せたぞ。7、早送りになっちゃってるね。0、あ、0 0、はい。じゃあということは10番台以降の方はなしってことだね。はい、はい、じゃあお願いします。1の位、渾身の一撃を込める。渾身の一撃。2 出た。佐伯さんですね、うん、毎回楽しみに見ています。パパさんもエイジン君もとても素敵ですね。今年結婚してマラさんみたいな素敵な家庭を築きたいです。おめでとうございます。結婚されたんだね、うん、結婚されたのかな、するのかな、結婚してかな、どっちかわかんないけど、うん、ぜひ幸せな家庭築いてくださいね、うん、はい、これもねちゃんと使って、そう、これも、うん、ぜひお部屋に飾ってください。はい、はい、続いてこちらですね。ミッキーマウスのキーチェーンですね。かわいいね。はい、これも、14名の方にご応募いただきましたんで、はい、同じく10の位からやりましょうか。はい、はい、10の位、0か1なんで、また早送りかな。うん、いきます。頑張れ。10番台以降ってことだね、うん、ということは10、11、12、13、14までの方になりますね、はい、じゃあお願いします。10なんでしょうか。はい、お願いします。キー、6はないです。キーだ。0から4までか。0から4まで、0から4まで。キーだ。4ということで、一番最後の方、おっと、これもマジですか、あの、ガチなマイティの方だな。メールアドレスでご応募いただきました、ダダチヤキさんですね、うん、いつも楽しい動画にほっこりします。カリフォルニア、ディズニーとかはなかなか行けないので、動画で紹介してくれるととっても楽しいです。その他にもドッキリやコーディネート、幅広いジャンルのマイチャンネルが大好きな親子でマイティですだって。おめでとうございます。ミッキーマウスのキーチェーンを送りさせていただきます。かわいいね。はい、続いてこちらですね、うん、海外版ベイブレードバーストのエクスカリウス X3 ですね、うん、こちらのご応募なんと7件あら、ちょっとね意外だった。ベイブレードがこんな少ないんだなって、やっぱりちょっとみんなにとってあの4つのキーワードが難しかったのかなと思って、前すごく多かった、うん、前すごかったんだけど、うん、ということで1から7までということですね、うん、お願いします。エンシン君、第1の位、はい、1の位しかないから、ダーン、9はないです。1の位、はい、7、はい、ゆうはるママさんですね、メールアドレスでご応募いただきました。いつも楽しく見ています。ディズニーワールドの動画はなかなか行けない我が家には行った気分になり楽しくなります。これからも応援してますだって。ありがとうございます。そしておめでとうございます。エクスカリウス当たりました。はい、はい、最後がこちらですね、海外版ベイブレードバーストのワイブロン W3 とファフニア F3 ですね、うん、このセット、あとランチャーもついてるね、うん、このセットのご応募が一番今回多かったのかな、18件ですね、うん、はい、じゃあイジン君、10の位からまずやりましょう。0か1が出るまでお願いします。お願いしますって言っちゃった。お願いします。10の位、はい、0か1、0か1、ダーン、早送り、ということは1から0から8の方までだね、 10番から18番の方まで、うん、はい、頑張って。では12番、はい、トトさんですね、うん、フロリダの動画はエイシン君はとても楽しんでいたので、見ていて自分も楽しくなってきました。これからも動画などいろいろと頑張ってくださいだって。はい、ありがとうございます。そしておめでとうございます。当たりました。こちらをお送りさせていただきます。2期セット、はい、そんなわけでフロリダのプレゼントの当選発表の動画でございましたね、うん、当たった7名の方、私の方からご連絡させていただきますんで、いつもの通りですね、うん、1ヶ月ね、うん、ご連絡がない場合は当選無効とさせていただきますね、はい、その場合はまたうちらで引き直して、うん、Twitter などでポストしますんでね、うん、ぜひ折り返しご連絡くださいませ。はい、一旦この商品は所属事務所のUUUMに発送させていただいて、そこからお送りさせていただきますんで、ちょっとお時間ください。はい、
ちょっとね、今回は我々も失敗したなと思っていて、キーワードを入れた動画でちょっと難しかったかなと思ってたので、ね、次回はこれはやめますまあ一回やってみたかったからね、やれてよかったかなと思いますね。まあもしやるとしたら多分マイチャンネルとかなるかもしれないね。もうちょっと簡単だってことかな。そうそう、簡単なキーワードに。そうだね。まあぜひね、マエティって名前を覚えてほしいし、皆さんにもですね、マエティになってもらえたら僕らも嬉しいなと思います。はい、今年はなんかね、オフ会みたいなことも企画できたらいいなと思ってるしね。食べる。あ、そうそう、ご飯会なんかもやりたいと常々言ってるんだけど、まだできてないんでね、今年中にできれば実現させたいなと思ってますので、ぜひ皆さんもマエティになってね、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画、いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバイ。